ラバヤデール、影の王国でのパーベルゲルト、ニキア役は、マチルダ・クシェシンスカや、1900年、パーベル・アンドレービチ・ゲルトは、ロシアのバレエダンサーである。ロシア帝室バレエ団で活躍し、チャイコフスキーの三大バレエの王子役を所演した人物として知られている。パーベルゲルトは、1844年に、サンクトペテルブルク近郊で誕生した。ゲルトは、 アレクサンドル・ピメノフの指導を受け、1860年に舞台デビューを飾った。彼は19世紀後半のロシアバレエにおける代表的男性バレエダンサーで、マリウス・プティパ振付作品の多くで主役級の役柄を演じている。ゲルトは1916年に現役を引退し、1917年にフィンランドで死去した。ゲルトはバレエ教師としても活動し、 生徒には、ミハイル・ホーキン、バーツ・ラフ・ニジンスキー、ジョージ・バランシン、タマル・カルサビナ、アンナ・パブロワなどの名前が残っている。彼の娘エリザベータ・タゲルトも、バレエダンサーとして活躍し、後には、バレエ教師として様々な人材を育てた。ありがとうございます。